5番の野原雅也、インコース8番の伊藤佑樹、2コーナーからバック後ろ攻めから5番の野原雅也がジャン前を抑えていきました。4番の七沢健太は車を引いていきます。9番の川崎健二は中段と回っていきまして、8番の伊藤佑樹発進の清岡が浮かい、ここはまくりに構えるか。最終周回ジャン前を抑えて5番の野原雅也が主導権。最終周回中段の取り合いは外目、9番の川崎健二が中段4番で取り切ったが、4番の岸澤交代です。後方からは8番の伊藤佑樹まくり上げる。伊藤のまくり5番手から4番手接近するが、中段からは9番の川崎健二、川崎もまくってきました。まくり合戦ですが、その上を8番の伊藤佑樹力強くまくっていく。3番の吉村のマーク、4コーナーから直線です。まくり切ったか8番の伊藤佑樹、伊藤佑樹まくり切りました。3番の吉村を引き連れてのゴール。3着はどうだ。後ろ攻めから中部の2社がまずは前段まで上昇です。8番の大谷康重、7番の大庭正則、1番の黒田純が車を引いて現在中段の内目、2番の郡司浩平が先行体制作っていきそうです。6番の今井雄介、内潜り込んでいきます。ジャンで抑えました。2番の郡司浩平の抑え先行です。中部勢がゆっくり車を引いて、今度は1番の黒田純が外前へ持ち出していく。その黒田ラインの後ろに3番黒木切り替える。直線コースホーム手前からかましました。1番黒田マーク、4番の森谷陽介、3番黒木は切り替えて3番手、そして叩かれて2番の郡司浩平は中段の4番手、マーク9番の渡辺春斗も中部勢後方に送れました。バックから3コーナーカーブは縦1本です。5番の斉藤勉が内切り替えていきますが、現在中段の内場だ。おっと9番の渡辺春斗も落車転倒です。4コーナーから直線です。先頭1番の黒田純、黒田押し切り体勢か、そして4番の森谷陽介最後詰めた、並んできました。かわしたかどうか。1コーナーから2コーナーカーブ、一旦前に上がった1番の及川優勝、これで9番の中村和正が出ていきそうです。ジャン前2コーナーカーブ抑えました。9番の中村和正が抑えて主導権です。1番の及川優勝、これを出して中段の4番手、8番の川村正明は後方の7番手になっています。ジャンの4コーナーから直線、少し流しているところを後方から8番の川村正明一気かましていきます。最終周回1コーナーカーブ、ここはかまし切りました。中村をかまし切った8番の川村正明、追走7番の大園博士、中村かまされましたが3番手がある、そして2番の萩原美沙が4番手、バック7番手から1番の及川優勝まくっていきましたが援軍は不在。及川優勝まくっていきまして現在3番手、3番手から中村追い込めるかどうか。萩原美沙は縦に踏み込んでくる。4コーナーから直線です。かました川村、番手から7番の大園博士、大園追い込んで300勝か。
もう自分の、ダッシュ生かしてもう頑張るだけです。そうですね、もう何も言わないんでも分かってくれてると思うんで、まあ、信頼してついていくだけです。これ細切れなんで自分も行けるタイミングで頑張ります。あの後方においても行けるタイミングがあった時に行ってもらえれば、まあ、お互いいい着取れるんじゃないかなと思います。まあやっぱり後ろの方がミサオさんなんで、まあ、そんなに変な競争できないかなと思います。初めての連携なんでね、どうかわからないんですけど、吉村君もね後ろ回ってくれるって言ってるのでね、本当にここがいいレースができたと思ってます。はい、三沢さんもいますし、地元で頑張ってもらって、まあ、僕もチャンスがあれば3番手から頑張りたいです。自分一番弱いんで、しっかりチャレンジャー精神で前々踏みたいと思います。まあ、優勝戦乗ったらね、優勝するかもわからないんで、まあ、とりあえず50円ずつ買ってください。3番の野原、その野原が後ろ攻めから上がって伊藤由紀に並んで残り2周回を切りました。これを見て中段3番手から6番の川村正明、先に切っていく模様です。6番の川村正明がジャン前に切りました。3番の野原正也がさらにその上を抑えていこうという流れ、ジャンで抑えた3番野原、さらにやはり行った1番8番の伊藤由紀行きました。ジャンの2センター一気にかましました。1番の萩原美沙を引き連れてレースは最終周回、そして7番の黒田潤も追い上げていきます。黒田も巻き返して現在は中段の外め、中段インコースは3番野原、第2コーナーからバックへと向かっていきます。中段は3番野原がさばいたが、2コーナーからバック先行8番の伊藤由紀、番手1番の萩原美沙、中段からまくってくる3番野原正也、野原まくり萩原美沙がガードした、萩原美沙がブロックしている、そして5番の吉村がっちり3番手、4コーナーから直線大外9番の黒木選手飛んでくるが、番手からは1番の萩原美沙、萩原美沙偉業達成だ、ゴールイン。優勝しました萩原美沙夫選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます、お客さん本当にありがとうございます。もうこの優勝30年間、まさかで12年と取ることができなかった、なんかそれが結果で的に良かったような気がします。取ったら引退なんて言ってましたけど、もうちょっとだけ走らせてください。今後一日一日大切に練習して毎日過ごしたいと思います。いつまで競輪人生があるか分かりませんけど、自分も自分を挑戦して、また一歩ずついきたいと思います。そして松田競輪場もよろしくお願いします。